皆さんこんにちは、藤井聡太と中村愛理です。今日はいつも応援していただいている皆さんにご報告があり、動画を撮らせていただいています。今動画を見ていただいている多くの皆さんにとって少し分かりづらい内容になってしまうかと思うのですが、今回僕たちの口から説明させていただきたいと思います。この度、2022年3月5日6日に行われるスーパージャパンカップに、僕たち、藤井聡太中村愛理組は出場をすることができなくなりました。今回僕たちは1月下旬にスーパージャパンカップに、正式にエントリーをしたんですけど、2月10日に連盟の方に、呼ばれて直接お話をした時に出場ができないと、通告を受けました。今回僕たちが出れなくなった理由なんですけど、連盟の方から直接、お話をした時に、言われたのが、踊ったり教えたり、そしてお金をその時に発生させることをしてはいけないというアマチュアの規定に僕が反してしまったので、スーパージャパンカップにエントリーすることができませんでした。まず最初に言いたいのが、スーパージャパンカップが開催される前に、このようなマイナスな、ことを、SNS を通して発信してしまうことは、僕たちもあまりよくは思ってないんですけど、でも自分たち の思っていることを皆様に伝えたいなと思って、お伝えしています。で、今この動画を撮ってる前にもすごくたくさんの方にスーパージャパンカップは出ないのというふうに、聞かれていて、でその時にやはり一人一人にこういう、出れない経緯というものをお伝えするのが、僕たちにとってすごく精神的苦痛でもあり、大変ということもあったので動画を通して、お伝えしています。私としてはジュニア・ジュブナイル、この小さい頃からの、一つの目標をスーパージャパンカップに置いていて、先輩、憧れの先輩たちだったりとかが活躍しているのを直で見てきた舞台だったので、そこに私たちも出て活躍していくことが一つの夢であり、目標でありました。ですが、今回出場をできなくなってしまったことに関して、非常に残念ですが、その聡太君のことを、変になんか悪く思ったりとか責めたりとかいうのは全くなくて、ただ2人、もちろん私の大きな目標でもありますし、2人でこう頑張ってきて、目標としていた大会であったので、出れないことに関しては、お互いとてもショックを受けている状態です。今回、2人でこういう話す動画を撮ったのは初めてだったんですけど、一番最初の動画はこんなマイナスな報告動画になってしまうとは思わなかったんですけど、でも僕たちは、目指しているところはもっと高いところに、目標を設定して、これからも2人で一緒にダンスを頑張り続けたいと思っていますので、応援よろしくお願いします。そうですね、コロナ禍であったりとか、この状況下の中、もっと笑顔にできたりとか、この私たちにできることで楽しませたりとか、もっと活気あふれることをお届けしたいと思いますので、これから、2人揃ってもっと頑張っていきますので、次は明るい、動画を出せるように頑張ります。でまた皆さん見てもらうときにいいダンスができるように頑張ってまいりますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。